ロータス 99T は、チームロータスが1987年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。設計は、ジェラール・ドゥカルージュ。ドライバーは、アイルトン・セナと、中島サトル。ロータス 99T1987 年シーズン、ロータスはエンジンを、ルノー V6 ターボから、ホンダ V6 ターボに変更し、セカンドドライバーには、 日本人初の F1 レギュラードライバーとなる中島サトルを迎えた。メインスポンサーはロータスにとって長年のパートナーだった JPS からキャメルに変更され、ボディはキャメルイエローをまとった。99T には1982年の92以来となるアクティブサスペンションが搭載された。ロータスのアクティブサスはサスペンションアーム基部付近に設置された。 ピトー管から L 速度と空気密度前後ホイール直近に設置された G メーターから L 加速度と衝撃力の情報をもとにコンピューターが油圧式アクチュエーターを制御するシステムで計算上は常に理想的な車高や空力性能を得られるためノーマルサスの他チームに対して大きなアドバンテージになるはずであったしかし複雑化したシステムの信頼性不足に加えて 当時のコンピューター技術が未成熟だったこともあり、走行中に油圧がゼロになると、マシンが底付きして、コントロール不能に陥ったり、時折制御用コンピュータが暴走して、サスペンションが全くストロークしなくなるなど、数多くのトラブルが発生。結局シーズンを通してこのトラブルが完全に、解決することはなく、ドライバーを悩ませ続けた。さらに、 タイヤの負担軽減を目的として開発されたアクティブサスが予選では逆にタイヤが十分発熱せずグリップが不足する方向へと影響し結果として予選順位が伸び悩むこととなった特にこの年が F1 デビューとなった中島は慣れないコースとともにアクティブサスに手こずり予選で中断以降に沈むことも多かった また当時の車載用コンピュータの演算能力では反応速度が十分に得られずドライバーからはワンテンポ遅れてサスペンションが動くといったコメントもよく聞かれたというマシンにラップトップ PC を接続してサスペンションの設定を調節できるシステムだったがチーム側には備えられた膨大なデータから最適なセッティングを見つけ出すノウハウが不足していた 平均速度が遅い市街地コースでは、アクティブサスペンションの反応速度の問題の影響が少なく、モナコ GP とアメリカ GP で、セナガに連勝を飾った。一方で空力が弱点で、シーズン途中には、サイドポンツーンをコンパクトにし、ターボ吸気用シュノーケルの位置や前後のウィングなど、空力面で大幅に改良を施したが、それでもなお高速コースでは、 同じエンジンを搭載する、ウィリアムズ FW11 バイトに大きく離される、結果となった。このマシンは一部で、99TB もしくは、99TB と呼称されているが、公式には1987年シーズンのロータスの、マシンは常に、99T となっている。中島のマシンには、ロータスとフォーチャとの契約により、 シーズンを通じて車載カメラが搭載された。当時はまだ車載カメラに関するレギュレーションが未整備だったため、他の車に比べ中島車のみがカメラ及びバッテリー、送信機等で数キロ車重が重くなったほか、頭上のロールバー横にカメラ一式が設置されることによりリアウィングへの空気の流れが乱されたウンフォースへの悪影響もあり、中島にとって大きなハンデとなった。 99t は合計6台制作された。99t1 はシーズン前半の中島用、99t3 はシーズン前半にセナのティーカーとして使われた後、シーズン後半は中島用として使用された。セナはシーズンを通して 99t4 をメインに使用した。99t2 はアクティブサス非搭載車として用意され。 アクティブサス車との比較テスト用として、レースウィークにトラブルが生じた際に、その原因がアクティブサスにあるのか、車体側にあるのかを絞る役目を担っていたが、開幕前、テスト初期及びイタリア GP 後のブランズハッチテスト等で短期間使用されたのみで、実践投入はされていない。99T には、その後2本のホンダに送られ、 日本国内で展示用車両として利用されている。99T5 と 99T6 はシーズン後半の T カーとして使用された。セナのドライブによりモナコ GP とアメリカ GP で2勝を記録した。このアメリカ GP での勝利はチームロータスとして F1 最後の勝利となった。また、イギリス GP ではセナが3位。 中島が4位に入賞し、1位のナイジェル・マンセルと2位の、ネルソン・ピケのウィリアムズ勢と共にホンダエンジンの1から、2から3から4フィニッシュを成し遂げた。最終戦のオーストラリア GP では、セナが2位でゴールしたものの、ブレーキダクトのサイズ違反によりレース後失格となった。ロータス 99T のサイドビュー。ありがとうございます。